はい、鶴巻温泉治療院の溝口です。今日は、口の中の衛生、口腔衛生という話をします。よくお年寄りの介護とかそういうので口腔衛生という話がよく出ますが、これはお年寄りとか特に体力が弱っている方なんかに非常に肺炎とか嚥下性肺炎だとかそういうことから、また口の中の細菌があることによってそのご高齢の方のすごい影響を与えるということですね。また、健康な人でもそれは大きなことも当てはまります。お年寄りのばかりと思わないでいただいて、特にがんの患者様とかそういうことも含めてお話を聞いていただきたいです。はい、で人間はですね、分かりやすく言うと、中空の、原始的な部分でいきますと、昔はこのようなちくわといいますか、筒みたいになっててですね、穴が開いてて、そして、原生動物的なようなのは模式化するとこのようなものでしかありませんでした。で、今それが生物が進化の過程でですね、食道ができて胃ができて、はい、十二指腸、小腸大腸、またその一連の流れの中で排泄という形が行われるんですが、消化と、この例えば一番部分が、口がこの入り口だとしましょう。当然ここのところにですね、炎症があってサイトカインが出続けたとしますね。ダラ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 と、そうするとなんとなくイメージ的に、良くないイメージがあると思うんですね。で、もちろん胃というのが存在しますが、胃液があります。かなり強いpH の関係でですね、そこの部分を心配するよりも、実はよく言われていることで、口の中の炎症がですね、歯根部の部分から、血液中に回ってしまって、サイトカインが回ってしまって、実際、口の中の炎症がある方は、心疾患だとかそういったいろいろ諸々の、病気に発生率になりやすいと言われています。非常にその健康と実はつながりがあるんですね。で、私が特に言っていますのは、がん患者さんの例えばゲルソン療法っていうのは聞いたことあると思うんですね。よく一般的にゲルソン療法なんかでいくと、私が読んだ本ではゲルソン療法の、病院では、まず入院すると、健康な人でも何でもそうなんですが、全部、歯を抜いてしまって添い入れ歯にしてしまうそうです。やはり年齢が高くなるによって、どうしても歯周病菌、が多かれ少なかれ起きているということで、全部歯を抜いてしまって歯をなくしてしまう。そして大腸というのは非常に大腸に中に入っている部分だと皆さん汚く思いませんが、出たらすごい不潔という感じで大便を持ってますが、その大腸が、排泄するまでずっと体の中にあるわけですね。それが非常にまた人間のストレスになる、肝臓に解毒という部分ですごいストレスになるということで、ゲルソン療法なんかの場合は公費浣腸を行うんですが、そういったまさか歯を全部抜いてしまったりとか、なかなか大便を、出すために連続で定期的に浣腸をするということは、なかなか実際問題、そこまではと思うんですね。やはり身近なところでは口腔衛生ということでですね、口の中を常々清潔にしていただいて、徹底的にやっぱりプラークコントロールからいろんな部分も含めて話を、よく考えていただいて歯を磨いていただこうということですね。では今日は